こんにちは、デザインペインターの大浦です。赤シリーズでご紹介したこちらの赤を使って試しに作ってみたボードがあります。こちらです。こうやるとちょっとなんか金色入ってるんですかって、はい、思われる方正解です。最後の仕上げにうっすらゴールドも足しております。普通に見てるとそんなにピカピカしないんですけども、今は光の加減でものすごくゴールドに見えてますね。はい、これはこの2色を使ってさらに茶色やゴールドも入れてみました。和菓子にすごく合ってたんです。これを撮影した棒、のがあれです、モナカを撮影させてもらったことがあるんですけど、めっちゃ似合ってました。なんかこれだけ見るとああちょっと使いにくいかもしれないと思ったんですけど、あんこ系、あと白玉とかお椀に入ったものもいけます。これは良かったです。なんか雑誌見たいって思いましたはい、そんな赤、これからの秋にもいいんじゃないでしょうか。はい、こういったボードのご紹介でした。ありがとうございました。